人生を楽しくする秘密、それは止まること。いい感じ。どうぞ。めっちゃ映え。うん、最高。止まるところで旅は変わる。ヒルトンフォーザステイ。見積もりもお願いします。後で確認しますね。あ、待ちました。お兄ちゃんお願い。タクシー来てる。ママに言って。仕事を忘れて大切な人と過ごしたいとき。いらっしゃいませ。お客様、お預かりしましょうか。え、あ、じゃあ。泊まるところで旅は変わる。 Hilton for the stay。すごくヒルトンのいろんな魅力がふわっと詰まったあの動画になってるので、なのでレストランだったりとかお部屋だったりとかの撮影がすごく楽しかったです。あの、え、このケーキ食べたいなとか、なんか美味しい料理がいっぱいあるので、撮影では食べるシーンなかったんですけど、え、みたいな、これちょっと食べたいなっていう気持ちにすごいなりました。ですし、お部屋もすごい素敵で、で、結構その撮影とかでゲストの皆さんとこうすれ違ったりとかする時に、すっごいみんななんかすごい明るくうわーみたいにすごい楽しんでいらっしゃったんで、そらこのヒルトンさんのこの思いやりみたいなのがすごくこうゲストの皆さんを幸せにしてるんだなっていうのをその撮影の時に感じました。で、出来上がりの動画はすごい楽しみだなと思ってるんですけど、まあ、すごいスピードでいろんなことが起きていくので、なのでぜひ皆さん目を凝らして見ていただきたいなと思ってます。いや、もう光栄すぎます。最初びっくりしました。本当に会社からお話いただいた時に、え？みたいな、あのヒルトンですか？みたいなえ、私が？みたいな感じ、すごい嬉しかったですし、日本に住んでる時ももちろんプライベートでめちゃくちゃ利用させてもらってて、スイーツバイキングとかめっちゃ行ってましたし、で、お部屋も泊まらせていただいてましたし、それこそ海外とかでいろんなところに飛び回る時もヒルトンさんを利用させていただいていたので、え、みたいな、それの私キャラクターになっていいんですかっていう、もう本当に喜びいっぱいでした。そうですね、やっぱり自分の自宅では味わえないスペシャルな時間を過ごすのがやっぱりホテルステイでの私が楽しみにしていることですね。なので大きいふかふかのベッドもそうですし、広いお部屋もそうですし、あとやっぱサービスだったりとか、すぐ美味しいご飯が食べれるとか、なんかそういうやっぱ普段味わえないスペシャルな生活っていうのがやっぱホテルステイの素敵なところですかね。なので日本でお仕事をさせていただいた時に毎日仕事してたんで、ちょっと旅行に行く機会が本当になかったんですよ。で、家にずっといるのもちょっと気分転換にならないなと思って、でそれでヒルトンさんに予約したことがあって、これ旅行気分を味わおうと思って、本当にもう車で5分ぐらいの距離のところに住んでたんですけど、ホテルに泊まって、あ、今日はもう本当スペシャルにご褒美、自分のためのご褒美だって言って泊まったこともあるので、本当に自分にとっては素敵なスペシャルなご褒美です。フロントやらせていただきたいです。絶対大変だと思うんですけど、その簡単に言わないでっていう方もいるかもしれないですけど、フロントやってみたいですね。なんでかって言ったら、自分がホテルにチェックインした時に一番あそこの時間がワクワクするっていうか、なんかこう今から部屋入るぜみたいな、どんな部屋なんだろうとか、めっちゃ嬉しい表情してると思うんですよ。その顔見たいです。ゲストの皆さんのこれからホテルを楽しむぞっていうワクワク感を直接感じたいです。一番最初に感じたいです。思いやり、そうですね、結構でも日本とか
アメリカ、まあ、行き来してる中でやっぱ飛行機に乗ることもめちゃくちゃ多かったりとかで、いろんな人と出会うことが多いんですね。でその中で例えば私がすごい重い荷物持ってたりとかしたら、まあ、すぐ助けてくれる人がいたりとか、あと何かあったら声かけるとか、あとは、まあ、これも思いやりになるか分からないですけど、例えば素敵なドレスを着てたら、え、素敵なドレスですねとかっていう、その自分が思ってることを褒めたいと思うことを心の中に留めとくんじゃなくって、全部言動にして出すっていうことがまた優しさとか思いやりなのかなって私は思っているので、それを今まですごい経験したのでやるようにしてます。自分がされて嬉しかったことはやるようにしようと思って、で結構心の中で思ったりとかするじゃないですか。だから電車とか乗ってて、え、あの人のメイク素敵だな、あのリップの色素敵だな、どこで買ったんだろうとかって思っても聞けないじゃないですか。でも結構なんかいろいろ旅していくうちにガンガン話しかけてくる人はガンガン話しかけてくるんで、え、素敵だね君の髪型とか、そのリップどこのとか言って、こう口に出すっていう思いやりは思ってるだけじゃなくて、こう言動で表すっていうことが大事なのかなって学びました。ハリセンボンの春菜さん、もうたくさんのいろんな先輩方にお世話になったんですけど、ハリセンボンの春菜さんはもう本当1年目の時からずっとお世話になっていて、もう常に思いやりと愛がすごい深くて、例えば結構その移動とか多くて、でちょっとこうお家にこう滞在っていうか、例えばこれはちょっと使えない話かもしれないんですけど、まあ、そのコロナで海外とかで仕事しなきゃいけない時とか、日本帰ってきて、まあ、2週間とか滞在しなきゃいけなかった時あったじゃないですか、家で。でそれを知った春菜さんが、私はもうずっと家に滞在してたんですけど、あの食べ物をすごい送ってくださって、こういう美味しいところあるよって言って、美味しいところの肉まんとか、そういう食べ物をずっと2週間家にいるのも大変だからって言ってすっごい送ってくださったんですよ。えみたいなこんな私普通に仕事で日本に帰ってきて、で別にその春菜さんと何かするってわけでもないのに、それを知って食べ物を送ってくれたっていうエピソードがあるんですけど、それはかなり思いやりがある方だなと思って、私もその後後輩にやりました、同じようなことなので例えば体調が悪いよとか、なんかそういう時もすごい気遣ってくださったりとか、そう思いやりがすごいある方です、春菜さんは。自分が思いやりでやった行動で相手が喜んでくれたら幸せですよね、うんうん、なので思いやりはなんかこう自分でねしたくてやって、その人の笑顔が見たいからっていうのが多分きっと皆さんあると思うので、すごいなのでそうかなって思います。大変ですよね、でもね、うん、思いやりでやったことが逆に伝わらない時ありますもんね。あ、伝わってなくて変な感じになる時もありますよねあ、みたいな。でもまあそれが一番ですかね、うん、特別ですよね。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。すごいですねここ、はい、ストーリー仕立てになっていて、うん、でまあ最初冒頭まあ、直美さんいらっしゃるこの、まあ、プロジェクトルームの仮だった衣装も違うんですけど、はい、皆さんスーツ着たスーツとスタッフの方々と一緒に過ごしたことになります。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。ありがとう。ありがとう。食べ打ち。ありがとう。素敵。はい。スマホもいただいていいですか。はい。じゃあ、よーい。スタート。ありがとう。素敵。カット。はい。ありがとう。素敵です。いいですね。はい。はい、こちら OK です。ありがとうございます。はい、じゃあ、ご勝手いただきました。ありがとうございます。じゃあ、コマ撮り、ウィルさん行きましょう。よーい、ス
ストップ。めっちゃ映え。ストップ。はぁ、上がるわ。ストップ。はぁ、上がるわ。はい、カット、はい、完璧です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。I'm good. Good. Very. Yeah, I'm happy. Happy. じゃあ、こちらでお願いします。See you later. Thank you. ちょっとレイヤーが素晴らしい。ありがとう。いい具合に見せます。ストップ。カット。大丈夫です。影にならないような。素晴らしい。奥はまあいける。あ、いいですね。やったぜ。よし。あ、もう素晴らしいですね。最高じゃないですか。超取る爪でもう無理せまーいって爪げちゃっていいぐらい。はい、はい、ストップ。無理せまーい。最高です。カット。はい、ポルド。ありがとうございます。ポルド。ねえ、続けて。じゃあ、はい、僕は。はい。で、ね、もう、後ろ下がるって感じが結構見えるんですけど。はい。よー、スタッ。あれ、鍵。ない。はい、カット。ありがとうございます。はい、カット。はい、カット。ない。はい、カット。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こっちじゃあ、言うと OK。はい。はい、じゃあこのカット OK です。はい、ありがとうございます。このブロック以上です。渡辺さん、本日の撮影以上になります。ありがとうございました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 。Thank you so much for wonderful shoes. Thank you. Thank you. It's lovely. はい、ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you. Thank you so much.お疲れ様でした。ありがとうございました。